はい、皆さんこんにちは。今日は月曜日です。アップルに関するニュースや噂の1週間分のまとめということ でここ1週間はまあ日本ではね、Amazon のスマイルセールなんかがまあ一番の話題でしたけども、アップルのまあ米国現地ではですね、こちら、iPhone のハードウェアの噂とか iOS18 の噂、そして iPad 関連の噂など活発に出ていたんで、まあ、そのあたり中心にまとめていきたいと思います。はい、ということでこの1週間このチャンネルでは、まあ、日本の場合 Amazon のスマイルセールっていうのが開催中で、本日いっぱいなんでね、3回にわたって動画を特集でやっております。あとは iPhone 15 Pro Max の長期使用の再レビューをやったりとか、そしてですね、昨日ルンバのエントリー新機種の購入機のレビューをしております。こちらですね、普通の掃除機に加えて床拭きもできるやつが3万円台ということでね、まあエントリー機種やっとルンバからも出たような感じなんで、ぜひご覧ください。はい、そしてね、日本時間本日のニュース、おっと思ったのがこちら4月21日マックルーマーズの記事ですね。X のコスタミというリーカーによると、アップルはファインウーブンアクセサリーの生産を中止する模様ということで、耐久性が低いのが理由だそうで、で同社は将来プレミアムアクセサリーに別の非革素材に移行する可能性がありますということで、過去にファインウーブンに関する正確な情報を出した実績があるコスタミさんの投稿ということですね。でなお、アップルは昨年9月にレザーアクセサリーの販売を中止して、 68% 再生ポリエステルの豪華で耐久性のあるマイクロツイルと説明していたわけですね。まあ、これね、靴とかにね、携わってたものからすると、最初からまあ耐久性がね、生地だったらまあ天然比較に勝るわけはなくてね、結果はまあ最初から予想できんじゃないかなと思いましたけども、まあ物性試験とかちゃんとやったのかと若干疑ってしまいますけど、まあ一般的にね、生地っていうのは革よりもその耐摩耗性っていうのはないですからね、まあそれがまあ生地としては強い方ということだったら、やはり革の代わりにはならないわけですよね。まあお値段がね、別に革と同じ値段じゃなかったらまあ買った方も納得するんですけど、革の代わりみたいな表現だったところに問題があったような気がします。ただし、その背景としてアップルが長年取り組んでいる、まあ、環境に優しくてですね、継続可能な事業をやるというね、まあ、そういったものがありまして、でアップルは本日ホームページ上でアップル2030というね、ものを発表していまして、でこれはですね、自社のすべてのカーボンフットプリントにおいて排出量を実質ゼロにするための努力というね、まあ、そういうもので、まあ、今までの成果と、あとはこれからのことについてかなりね、詳細語っているような特集ページをね、作っているんで、まあ、ぜひご覧ください。まあこういう背景を考えると、まあ、ファインウーブンなんかに関しても一般的な合成比較、人工比較を選ばなかったのもなんとなくわからないでもないんですけどね。なんで、皆様ぜひ読んでみてください。はい、そして、ね、iPhone 関連ですね、こちら4月17日 Apple Insider によりますと、これ独占情報として iOS18 の噂としてノーツ、まあ、メモですね、メモアプリが新機能が搭載されるようだということ で Apple で最も目立たない人気アプリの一つメモは、同社が6月に次世代 OS を発表するとさらに強力になると、この問題に精通している人々から学んだということで、その新機能は直接組み込まれたボイスメモのようなオーディオ録音機能があったり、あとは数学的表記を表示するためのサポートを得る機能、マスノーツという機能、そして電卓アプリを活用できるようにする機能もあるらしいという話なんで、メモは本当に私毎日使ってるんで、新機能は嬉しいものとなります。はい、お次も iOS18 関連ですね。昨晩のブルームバーグパワーオンニュースレターがマン記者の記事となっています。前にも述べたように、Apple は拡張現実メガネやロボットなど、いくつかの次の大きなことをプロジェクトとして模索しているそうで、ただ今年後半にはさらに高度な人工知能への取り組みが始まるということです。で、OpenAI やアルファベットのような企業を追いかけているという分野で、まあ、一瞬で凌駕するということはないけども、実装方法がゲームチェンジャーとなる可能性があるそうです。
で、完全にオンデバイスを示唆していて、クラウドではなくて iPhone 内部のプロセッサーによって駆動されるという、まあ、つまり応答時間をはるかに早くしてプライバシーを維持するのも要因になるということですね。そして日常生活でどのように人々を助けることができるかを示す予定だそうで、やっぱりこうローカル処理になるのかというところでね、まあ、このあたりやはりプライバシーを重視する Apple としては重要なポイントとなりますよね。はい。で、ここからの iPhone のハードウェアの噂ですね。4月15日、Mac Observer の記事です。iPhone 16 Pro は 256GB のベースストレージの可能性があるそうです。新しい iPhone 16 シリーズを発表するまであと数ヶ月になりましたけども、iPhone 16 には4つの新色を含む7色の色が予想されたり、あとはプロモデルの場合には 6.3 インチ、6.9 インチというサイズアップがまあ予想されていると。そしてさらにですね、16 Pro にはストレージを 256GB からのスタートに引き上げる可能性が出てきたそうで、で、15 Pro Max では100ドル値上げして 256GB スタートになっていたわけですけど、15 Pro の場合には価格とベースストレージの両方をまあ、保っていたということでですね、 iPhone 16 Pro からは小さい方のプロモデルも 256GB スタートになるんじゃないかという噂でしたね。まあカメラ機能のねデータ量なんか考えるとそうなっていくのかもしれません。はい。そして iPhone 16 Pro については今年登場する4つの新しいカメラ機能というまとめ記事が4月16日の 95Mac にありました。 iPhone 16 Pro と16 Pro Max のカメラハードウェアに複数の顕著な改善が予想されているそうです。48メガピクセルのアップグレードされた超広角カメラ、これ今までは12メガピクセルですからね、まあ、それによってもしかしたら 4K 解像度で空間ビデオを録画できる可能性もあるかもしれないと記事ではしています。そしてテトラプリズムの光学ズーム、これを小型の iPhone 16 Pro にも拡大ということで、合わせて Max の方はこの15 Pro Max からね搭載されていましたけども、倍率アップの噂もちょろっとは出ていますなんて話。そして反射防止コーティング、レンズフレアの内部反射の軽減、あとはメインカメラについてはソニーの最新のスタックセンサー技術、より多くの光を捉えてより多くのノイズを除去できるそうで、ただ Max だけという噂もあるそうですけどね、まあ、小型の方もテトラプリズムっていうのはね嬉しい噂ではございます。はい。で、お次はですね、4月11日、マックルーマーズの記事、iPhone の噂ですね。こちら、iPhone 16 がまだですけども、2世代先の iPhone 17 について、すでに別の噂が浮上してきているということです。X で共有された投稿で、ディスプレイの専門家、ロセヤングさんがですね、iPhone 17 Plus には 6.7 インチのディスプレイ搭載の、現世代の iPhone 15 Plus よりも小さな画面が搭載されると聞いたと述べたそうです。で、一方ですね、iPhone 16 Pro と 16 Pro Max はより大きな 6.3 インチと 6.9 インチディスプレイを搭載と噂されていまして、要するに来年のものからプラスサイズがちょこっと小さくなるという噂が出ているということで、まあ、ただ Mac とか iPad 見てるとね、スタンダード機能がプロモデルよりも一回り小さいっていうのはありますからね、まあ、なくはない噂ではないかとは思われます。はい。そして iPhone についてはですね、昨晩の4月21日、ブルームバーグパオンニュースレターでガーマン記者がですね、まあ、iPhone に関する提言的な記事を上げております。題名は、Apple は成長回復のためには真のローエンド iPhone が必要だということですね。アップルは規制当局、人工知能の遅れ、そして自動車プロジェクトの頓挫など逆風の中、新たな製品カテゴリーを見つけるのに苦労していると。さらに信頼できる2つの部分、iPhone と中国が低迷している。ホリデー期間に短期間復活した iPhone の売り上げは次の決算発表時には再び落ち込むと予想され、売り上げは約 5% 減るでしょうと。これは6四半期で5回目の減少だそうですけどね。そして台数も減少するんじゃないかと。IDC が市場全体の 8% 成長の中ですね、年初の3ヶ月 10% 減少と予想しているそうです。で、昨年のホリデー期間で中国の売り上げは 13% 減少と過去4年で最悪だったそうで、1から3月も落ち込みが予想されているそうです。近年 iPhone の買い替えペースが落ちており、様々な理由もあるが、 Apple が消費者にアップグレードする理由を与えていないことも明らかではないかとしています。
で、ガーマン記者は率直に言って主力製品は2020年の iPhone12 以来大きく変わっていなくて、サービスとアクセサリーに全力を注いではいるが、その手法ももはや限界だと。新しいカテゴリーを模索はしているけど、まだ時間がかかる。 iPhone の廉価版を開発し、新興市場に再び参入することが近道ではないかと提言っぽいことを言っていますね。で、SE 第4世代はですね、来年時代遅れの機能とデザインをやめて現代的な全画面になって登場するけども、価格が400ドルを大きく上回ることは間違いなく、新興市場に本腰を入れるのであれば250ドル台の iPhone を開発すべきではないかとしています。インド、ベトナム、インドネシア、タイ、マレーシア、東欧や中南米に投入すれば、付帯するアプリやサービス、そして上位機種の売り上げにもつながるのではないかと、なかなか興味深い持論を展開されていますね。まあ、細かいニュアンスは元記事をぜひ読んでチェックしてみてください。はい、そして同じ記事では5月の刷新に向けて iPad の小売在庫が減少しているというレポートもしていますね。複数の小売店情報筋によると iPad Air の在庫が減り始めているそうで、5月上旬に iPad 発売を計画していて、 Air を刷新、 Pro は洒落た新しい有機 EL スクリーンを搭載するそうで、その発表が間近に迫っていることを示す手がかりではないかとしています。iPad Pro についてはまだ在庫は十分だけども、これはもしかしたら多くの在庫を抱えているのか、あるいは新モデル発表後も現行モデルを維持するのかもしれないという2通りの推測をしていまして、で、現行モデルを継続することはですね、マーケティング的には疑問だけども、新モデルが大幅に値上げされるのであれば理にかなっているのかもしれないとしていまして、まあ、継続説が本当だとして、ラインナップが増えすぎると購入側もまた迷ってしまう原因になるような気がします。はい、そしてね、iPad Air については4月18日マックルーマーズの記事ではね、これ面白いことに、このディスプレイアナリストのロス・ヤングさんがですね、5月発表予定の噂の 12.9 インチの iPad Air、 新しいサイズですけどね、まあ、これが現在の iPad Pro のようなミニ LED ディスプレイ搭載されるっていうね、そういう説を X に投稿してるんですよね。まあ、そんなんでね、これ理由としては 12.9 インチの iPad Pro の残りのパネルを使用すると述べて、まあ、別の利点としては低消費電力を上げているそうですけども、ただ 10.9 インチについてはこの在庫がそもそもねないですから、ミニ LED のは LCD パネルが装備されている可能性が高いんじゃないかとも記事ではしていましたね。まあ、つまりこれ 12.9 インチは少し分厚いまま出るんじゃないかという気もしますよね。はい、そして、ね、昨晩のね、ガーマン記者でちょっとね、面白い記事というかね、パートがあったんで紹介します。これは、ビジョンプロを覚えてますかという題名なんですよね。で、ビジョンプロはそれ以前に登場した VR ヘッドセット全てと同じ脚本に従っているように感じられるということで、販売台数が急増し、デモに店舗に人が押し寄せたエキサイティングな発売期間の後、関心は沈静化している。私自身とガーマン記者が言います。最初の数ヶ月間は毎日、時には1日数回使用していたけども、今では週に 1,2 回程度になってしまったと。最近では当初の話題性も薄れ、日常的に使うにはあまりにも面倒だと感じていると。で、パソコンか大画面のテレビでビデオを見る方がはるかに簡単で、やはり現実の世界から離れてしまうので、家族とか同僚のそばで使うのはちょっと気が引けるものとなっているという感じで、まあ、ちょっとね、これ、ああ、行っちゃったっていう感じなんですけど、まあ、これね、日本で発売されてもちょっと買わないでもいいような気が若干増加してくるような体験談でございますね。はい、そしてね、ホームポット関係の噂ですね。4月18日、ディスプレイ付きのホームポット用に設計された疑惑の画面コンポーネントの画像が X のコスタミさんというアカウントから共有されたってことでね。で、現在の標準サイズのホームポットと同じデザインの上部に位置する円形の光沢のあるガラス片を示しているということです。で、過去に彼は LCD ディスプレイのわずかな湾曲を示唆していましたけども、まあ、今回は部品の写真のリークとなっているわけですけど、まあ、何らかの情報がねこう表示されるディスプレイだとしても、まあ、この手の手法ってもう Amazon から何年も前から出てますからね、まあ、正直新鮮さは全くないものに感じますけどね、まあ、どんな機能がつくんでしょうか。
はい、そして最後ですね、マックルーマーズの記事ですけども、これソースはブルームバーグのパオンニュースレターの Q&A セクションですね。アップルは年末に M4 チップで大きなアップデートを施行し、 Mac mini の M3 バージョンをスキップする可能性が高いそうです。新しい Mac mini が年末に発売されるんなら、それ以前に M3 モデルが出てくる余地というのが十分じゃないんで、 M3 世代はスキップすると言っても、間違いないだろうと明らかにしているそうですけども、これ M3 Pro っていうのはね、この省エネ志向に振ったものだから MacBook には非常に向いてるんでしょうけどね。ただデスクトップに搭載してもあんまり意味がないっていうのももしかしたらあるのかなと個人的にはちょっと推測をしましたけどね。はい、ということでね、噂が本当ならファインウーブンというのはもうなくなるかもしれないなんて話でですね、生地のねケースとして出すんだったら、それなりの値段だったら誰も文句言わないんですけどね、革の代わりみたいなね、プレゼンテーションでやったからこんなに問題になってるっていうのもありますけども、果たしてねどんなものを出してくるんでしょうか。あとはね、iPad もいよいよ、在庫も減ってきたなんて話もあったり、そして iPhone 関係もね、秋に向けて楽しみな噂がいろいろ出てきたんじゃないかと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。